すがらんの人生の運者が語った、少女は鳥になって、綺麗事だけでパパッパ、ボロボロの靴を盗んで、デジタル信者が語った、少年は風になって、ゆらりふらり大往生、お疲れ様です。五輪中テレキャスター、一歩一歩に愛情を、それ固めた方がいい、絶対な時間に爆破テーション、カニバリズム踊れば、ひとつふたつ謝ったてで何を描いているんだろう、テレキャスター、一歩一歩に愛情を、誰か答え